寝タバコは危ないって教わらなかった？火事になるよ。で、私は乗せてくれないの？いや、知らない人は乗せちゃダメなんだ。お菓子あげるって言ったらどう？乗りな。随分頑張ったじゃん。大したことない、ガラクタを集めただけ。海賊旗？クールな青いライト？クロエすごいよ、脱出用の車を見つけてくれたなんて。そうなるといいけど、まだ動かないんだよな。きっと直せるよ。車を直してる間にお金も貯めなきゃね、買い物用に。はいはい、車と金ね。他に欲しいものは？時間ならあるよ。そうだな、学校もないし。校長のやつマジでひどかったよね。本当に退学にするなんて。まあ遅かれ早かれこうなってたよ。学校にとって損失だよ。私のことかばってくれてすごく嬉しかった。いや、そっちだってかばってくれたじゃん。失敗したけどね、嘘だってバレちゃった。校長は信じたくなかっただけかも。でも私たちが本当にやったことはバレなかった。やばいことになってるね。いやいや、やばいどころじゃない、完全にぶっ飛んでたっつーの。何考えてたんだ？イラついてて公園ごと燃やすつもりはなかったよ。でもクロエも幇助犯だから、もちろん私を通報しない限りだけど。そんなことしない。デイビッドのクソ野郎と住むくらいなら刑務所に行った方がマシかな。あいつうちに引っ越すってさ。それって最悪じゃん、かわいそうに。カウンセリングが必要だね、二人とも。はい。クロエからね、悩みを話してごらん。先生、ママと付き合ってるヒゲ野郎がいて、そいつが引っ越してくるって言ってる。どうしたらいい？難しいですね。できることはないかもしれない。じゃあ何のための相談だよ。引っ越しは止められなくても反撃できないわけじゃない。戦いはこれから。なる？敵には新しいあだ名が必要だ。何がいい？ダメ親父、どうしようもないダメな感じの男だから。いいね。じゃあさ、タコ親父はどう？なんでタコ親父？毎晩ママに吸い付いてるから。キモ。そのままくっついて離れなくなるかもよ。これのどこがカウンセリング？これはショック療法って言ってね、賛否があるの。なんか意外とすっきりしたよ。ありがとう。
クロエの心理を探るいい機会だったよ。じゃあ交代。アルカディアベイ一の人出なしを父親に持つのはどんな気分？最悪。きつすぎ？ごめん、私空気読むの苦手で。ただ、なんだろう。何か他の話しない？ああ。今日トラックを直したんだ。得意なことなんて私には必要ないって思ってたけど、この調子なら車泥棒になれる日も近い。さすがクロエだね。演技ばかりしてると、望まれている自分を演じていると、そのうち本当の自分を失うことってあると思う？レイチェルは違うだろ。私じゃなくて、パパはどこにも存在してない。校長室で見たでしょ、何もかもが芝居。私の人生まで全部嘘なんじゃないかって気がしてくる。でもあれがパパなの、私もああなっちゃうの。本当のレイチェルを受け入れてくれて、必要な時は叱ってくれる人がいればいいんだよ。そんな人がいたら教えて。やばい、劇の時間だ。ドラマは現実で十分なのに。頑張れよ。本番前の役者に頑張れって、演技が悪い。頑張れって言って何が悪いんだよ。足を折れって言うの。バカみたい。ねえ、よかったらさ、劇が終わった後何かしない？二人だけで。なんかやばいこと？もちろん。乗った。おい、バッグは？あげる。逃亡生活用の救援物資。じゃあね、クロエ。あるね。レイチェルのバッグを開けてみるか。服だらけ。まあ必要か。せっかく廃品置き場のボロ小屋に来たんだから、それなりのおしゃれしないとな。チェルのパパといた女だ。変なの。よう、フランク、
クロエだ。合言葉とか知らないんだけど。合言葉は薬？プライス、さっさと入れ。臭すぎだろ。うるせえ。何したらこんなことになんだ。ちょっとな、奥の部屋にノートがある。取ってきてくれ。さっきの女。ああ、たくんだよ。いいから早くノートを取ってこい。ブランクのバシリとは私も落ちたもんだ。ポンピドゥ、こっち来い。ポンピドゥ、暴れん坊め。これってやっぱそういうこと？くそ、こんなにツケがあるのかよ。そろそろフランクの話を聞くか。これだろ。座りな。ポンピドゥか、なんというかいかつい名前だね。フランス語だ。意味はタフガイとかそういうの？フランス語なんかわかんねえよ。ところでさっきの女誰？女？さっき車から出てきた人。ああ、あいつの名前はてめえの知ったこっちゃねえ。レイチェルのために聞き出さないと。フランクを説得するんだ。なんだよ、聞いてみただけだ。大げさだな。俺の口はそんなに軽くねえ。私が誰も信用しないの知ってるだろう。誰にも言わないって。いい加減にしろ、プライス。客の信用を失ったら商売上がったりだ。だからこそだよ、秘密を共有すると信頼関係が生まれるだろ。まあいい。なんで女のことを嗅ぎ回る？あのな、ここはアルカディアベイだぞ。ゴシップがなきゃ退屈で死んじゃうっつーの。どうだろうね。ブランク、話してくれたらうちのママに特別メニュー作らせるよ。例えば、激辛チリビーンズは？任せろ。さっきの女はセラって名前だ。何週間か前に現れたんだが、すでにいろいろと面倒事を起こしてる。いろいろ？お前には関係ない。面倒事ってどういうこと？もういいだろ、話すんじゃなかった。教えてくれてありがとう。はいはい。工場の火事聞いたか？え、嘘、マジで？あそこはデイモンの島なんだが、一晩で大金がパーだ。大金って？いろいろ商売をやってたんだ。俺も少し手伝ってた。ずいぶんともったいぶるね。あいつヘドが出る商売を始めやがって。チッ、最近は俺の言うことも聞かなくなった。とにかくお前には話がある。175ドルのこと？は？ああ、金だよ、つけの。ああ、それか。そんなもんはどうでもいい。
あ、持ってんのか。まずは金持ちから回収しろよ。なことは分かってる。だったらいいだろう。今持ってる金は必要なんだ。ムカつくやつだが、とりあえず後回しだ。ノートの最後のページを見ろ。ドリューってガキの名前があるだろ。知ってるか。ドリューノース。ああ、だってなんだこれ、すげえ金額。デイモンの役をドリューがアメフト部の連中に売ったんだ。え、マジでか。儲かんのか。それなりにな。ドリューには合計1000ドル貸しがあるが、電話に出ねえ。何か知らないか。いや、ああいうタイプとは話さないから。人は見かけによらないぜ。まあいい、今からブラックウェルに行く。ドリューの部屋から金を見つけて俺に渡せ。いいな。いいよ。でも報酬がないと。バカか、ツケがあんだろ。じゃあやったらチャラでいい。なんなら色もつけてやる。金の 10% だ。オッケー、いいね。うん、やるよ。なんだ。ちょっと面倒かも。私学校で問題起こして今朝退学になったんだ。そりゃめでたいな。それでも俺が行くよりマシだ。もしできねえなら100ドル分夢に近づける金を手に入れて、トラックを直せばこの街を出ていける。レイチェルと二人でやるよ。決まりだ。難しくはないか。ま、やるだけやってみるかね。さっさと寮に入ろう。ステフ。なんだ、クロエじゃん。シャバにいて驚いた。校長に気をつけろって言ったじゃん。せっかくメールしてあげたのに。私なんだか損した気分だよ。悪かったな。でも昨日はサボって正解だった。レイチェル・アンバーと一緒に楽しんだみたいだね。うん、まあな。で、何しに来たの？テンペストを見ようかと思って。嘘、クロエが？だよな。別に興味ないんだけど、しょぼかったらそれはそれでウケるし。私が舞台監督なんだけど。ああ、そうだったっけ。悪い。本当だよ。劇はいい感じだよ。見る価値ある。楽しみだ。レイチェルは最高だし、他のみんなも頑張ってる。いつもとは違う顔が見れるから、特に男子。へえ、気になるじゃん。例えば？ヘイデンはムカつくけど、王冠をかぶると本当に王子に見えるの。ネイさんのキャリバンにもすごい深みがある。深みね。え、まあそのうまくいくといいな。じゃあまた後で。あのさ、
聞きたいことがあるんだ。何？レイチェルに告りたいんだけど、二人って付き合ってるの？告る？うん、どうなの？これってレイチェルの、っていうか、二人のプライベートなことになるのかもしれないけど。付き合ってると思ってんの？いつも一緒にいるし。だからって、そうとは限らないけど、一応聞いとこうかなって。あの子はフリーだよ。本当？本当だよ。また後でな。うん、また後で。鍵かかってやがる。こうなったらピッキングを極めるか、誰かの鍵をもらうしかない。あった。今取ったらバレる。サミュエルが調べてるのはスプリンクラーか。スプリンクラーに何か起きたらサミュエルが調べに来るはず。でもエヴァンが邪魔だ。ちょっと！くそ、なんでこっちに来るんだよ。こっちに行けっつーの。やり直しだ。よし。やった。おお、完璧。よし。オッケー。あとはサミュエルがスプリンクラーを。そういうこと。ごめん、サミュエル。さて、ドリューの部屋を探すか。入るなら今だ。クロエ？よー、スキップ。調子はどう？会えて嬉しいけどさ、ここで何してんだ？退学になったろ？実は麻薬捜査の仕事で来たんだ。アルカディアベイ検事局に頼まれて。マジ？嘘。友達に会いに来ただけだよ。でも寮に入れてやるわけには。私は入るから、見逃してくれるだけでいい。
いや、無理だって。というか、正当な理由がないなら早急に敷地から出てもらわないと。スキップには悪いけど、絶対中に入らなきゃ。罪悪感を感じさせたら入れてくれるかな。正当な理由？トイレに行きたいんだよ。わざわざ言わせて満足したか？え、あ、いや、仕事だから聞いただけだよ。生徒の人権を侵害したらクビになるぞ。そんなこと言うなよ。ちゃんとパトロールしないと校長に何言われるかわかるだろ。校長はあんたのことを何とも思ってない。ただの髪が長すぎる警備員だ。俺たち友達だろ。なんでそんなこと言うんだ。私もそう思ってた。でもあんたはその友達より仕事を優先するんだろ。ちょっと待ってくれ。俺が悪かったよ、クロエ。いまいち話が見えないけど。少し向こうで待っててよ。別に悪さしようってんじゃない。トイレに行きたいだけ。いや、でもマジで腹が痛いんだけど、もしかしてあんたそういうフェチがあんの？そうじゃなくて。お願いだスキップ、これ以上は子宮が。もうやめてくれ、ごめんって。マーシューズ。うん、どうぞ。駐車場で不審な車が報告された。助かった。了解。もう勝手にしてくれ。校長にも誰にも言わねえから。ドリューの部屋はどこだ？よかった。ドリューは留守だ。さて、私がドリューなら、どこに金を隠すかな？金はこの中か？よーし、4桁の暗証番号を当てればいいんだな。こういうの楽しいな。かわいそうに。お前もドリューにいじめられたのか。見つけた。こういう仕事の才能あるか。よし、金はもらった。さっさとここを出よう。よほー、マイキー。クロエ、ここで何してんの？あんたの兄貴を探してたんだけど、いないみたいだから。なんで？マイキー、逃げるぞ。なんだ、昨日の続きでもやりに来たのか。マイキー、荷物をまとめろ。行くぞ。
待てよ、ドリュー。落ち着けって。くそ。ずいぶん焦ってるみたいじゃねえか。ドリュー、どうしたんだよ。いいから、マイキー。お前はここにいて声を出すなよ。絶対にドアを開けるな。何なんだ。デイモン、ここはまずい。学校まで来ることないだろう。そうか。じゃあ俺の金はどこに行けもらえる。やばい。言ったろ、今はない。売れねえんだよ。今は需要が低いんだ。でも一日二回の練習を始めたとこだ。きつくなったらきっと、あんたの在庫もすぐに。千ドルは大金だぞ。どこにある。だから今はないって。ところで、親父さん失業したんだってな。大変だ。ああ。きっと金にも困ってるんだろう。で、俺の金は？どうしろってんだよ。魔法みたいに出せるわけねえだろ。俺の金はどこだ。殴んなくてもいいだろ。俺は。金はどこだ。頼むよ、あと1週間だけ。もうダウンか。お前、それでもフットボール選手かよ。バレないとでも思ったか。俺の金をパクりやがって。バカだ。やべえよ、クソ。離せよ。ダメだ、中にいろって言われたろ。きっと大丈夫。大丈夫だよ。あく、タフなガキだ。死ね。なんだと、これならどうだ。その膝じゃ二度とフットボールはできねえ。今日はここまでだ。金を用意しとけ。でなきゃ次は可愛い弟くんの番だ。じゃあな。兄さん。大丈夫だ。心配すんな、マイキー。ありがとな。助かった。私は何もしてない。マイキーを守ってくれた。兄さん、早く病院に行かなきゃ。このことは誰にも言うなよな。ああ、言わないよ、絶対に。それで、その、これからどうすんだ。デイモンか。さあな。なんとかするさ。そうだな。めちゃくちゃな一日だ。
やっとレイチェルと話せる。見つかればの話だけど。サマンサ。姉さん、聞きなさい。できないよ、パパ。パパは分かってない。俺は嫌われてるんだ。笑われるだけだよ。なぜか分かるか。知らないよ。それはお前が弱さを見せるからだ。今そうしているようにな。でもパパ、いつになったら分かる。これはお前だけの問題ではない。プレスコット家の問題だ。私に恥をかかせるな。姉さん。はい。よし、ではしっかりやれ。劇の後でな。おっさん、励ましの言葉に感動しましたよ。自信を持たせるには脅しが一番だもんな。どこの誰か知らないが、余計な口出しをするんじゃない。話を聞かれたくなかったら部屋の中でやりなよ。あんたのでっかい家ならたくさんあるんだろ。姉さん。さあ、なあ、姉さんの父親すげえ感じ悪かったな。ほんと、あんな父親消えちゃえばいいのに。何言ってんだ。どんなクソジジイでも姉さんの父親は億万長者だぞ。貧乏で優しいより絶対いい。お金が全てじゃないよ。はあ、金持ちはみんなそう言うね。でも本当だよ。あと、お金はさておき、姉さんとクロエはよく似てる。どういう意味だよ。だってさ、二人とも芸術が好きで繊細でしょ。辛い思いもしてて、周りに誤解されてる。姉さんをかばったのは、気持ちがわかるからだよね。姉さんを助けてあげたいの。でも、私が何かしようとすると逆効果みたいで。あなたが姉さんなら、私にどうしてほしい？めちゃめちゃキレてる時になだめられるとムカつくけど、本当は、そういうのが必要なのかも。昨日の姉さんも切れてたけど、本心は嬉しかったはずだ。うん、ありがとうクロエ。あなたに聞いてよかった。ブグバグ、ミググバグ、合わせてブグバグ、ムググバグ、ブグバグ。レイチェル、何だったんだ今の。めちゃくちゃ怪しいな。ビクトリア、飲み物に何入れたんだ。禁止管剤。レイチェル、早く。せっかくの紅茶が冷めちゃ。何してるの。ここは関係者以外立ち入り禁止よ。
レイチェルを応援しに来たんだ。素敵ね。本番前に緊張をほぐせるようにね。あ、そう。レイチェル、知ってる？古代ギリシャ劇の風習では、初演の夜、代役が主演にお茶を入れるんだって。それまで学ばせてもらった感謝を込めて。それに倣って、私もお茶を用意したの。あなたの才能が、大勢の前で輝きますように。へえ、それは、ありがとう。待った。今の聞こえた？何？何も聞こえないけど。あ、聞こえた。キートン先生が呼んでるみたい。そうなの？あ、セットの配置で私の意見を聞きたいのかも。待ってて、すぐ戻るから。何なの？薬を盛り上がった。そんな、ことだろうと思った。どうする？これで解決。さすが、クロエがいなかったらどうなってたか。すごい筋肉が緩んでたんじゃない？先生は姉さんと喋ってた。またすぐ呼ばれるかもしれないけど、まずは乾杯しましょう。最後まで飲み干してね。感謝の気持ちだから。あなたみたいに優しい人と仲良くできて本当に嬉しい、ビクトリア。私も。私も。じゃあね、レイチェル。また後で。さて、どうなるかな。今日はろくでもないことしか起きないな。あ、それ私のじゃん。自由を表すシャツ、クロエはそれを選ぶと思った。なんだ、台本にでも書いてあったか。なんということだ、おしまいだ。舞台はもうおしまいだ。早かったね。若き芸術家たちよ、非常な知らせが届いた。悪魔の豪華によりジュリエットの行く手が阻まれたのだ。道は閉ざされ、我らがエアリエルは囚われてしまった。本物の精霊のように風のごとく現れてくれたら。ああ、代役もいない。深刻な事態である。中止も致し方ないか。この公園は呪われている。もはやこれ以上の不運は考えられないだろう。キートン先生、お知らせしたい。お知らせ、レイチェルが薬をやってます。見てください、顔がぐにゃぐにゃでキラキラで。ああ、薬を盛られてますね。じゃなくて、薬を自分で飲んだ。そうでしょ。悲劇だ、まさに悲劇だ。いやいや、代役に。クロエはどうでしょう。やんねえからな。ジュリエットが来るまでだけでも。皮肉や。ジュリエットの衣装もぴったりだし。まさしく。君、これまで演技をしたことはあるのかね。あるわけねえだろ。謙遜しないで。いつも二人で寸劇ごっこをやっていて、すごく上手なんです。君、今日の舞台の命運が全て君のその細い肩にかかっているとしたら、なんというかね。お気の毒にすかね。クロエ、
ねえ、お願い。くそ。レイチェル、こんなことさせやがって。マジでこれ全部覚えんのか？たく、レイチェルのやつ。なんと不思議な巡り合わせか。運命の女神は我が敵を島にお送りになった。もう尋ねることはないだろう。このまま眠りにつきなさい。安らかな心地に身を任せて。そう、逆らうことはない。来い、我がしもべよ。ここへ。やばい、出番だ。ほら、早く。ああ、いつでもいいぞ。早く、行きなさい。エアリエル、私のもとへ。さあ。くそ。大丈夫、きっとやれる。レイチェルのとこに行って、いくつかセリフを言うだけだ。お呼びでしょうか、プロスペラ様。何なりと御用をお申し付けください。心優しく、勇敢な精霊よ。命じた通りに、起こしたのか、あの嵐を。私は王の船に乗り込み、火の化身となり、皆を驚かせてやりました。炎、そして恐ろしいうなりを上げる雷に、海神ネプチューンも震え上がり、海は大荒れとなったのです。さすが我が精霊。その騒動では、どれほど肝の据わったものでも、きっと、取り乱すに違いない。もちろんです。王子の、ファーディナンドは真っ先に海に飛び込み、こう叫びました。地獄は空っぽだ。悪魔は皆ここにいる。そうだ。だが彼らは無事なのか。ここで場所を移動するんだったな。髪の毛一本傷つかず、ご命令の通り幾人かずつに分け上陸させました。島のあちこちに。ブラボー。エアリエル、お前は役目を果たしたようだ。だが終わってはいない。まだ仕事が。交わした約束を思い出していただきたい。どうした？お前は何を望むのだ？自由になることを。その通り。自由になる？ならん。何があろうと、それは許さん。そんなセリフじゃないよな。どうしたんだ。でも自由を約束したではないですか。私はお前を大切に思っているのだ。これまでは隠していたが、私の忠実な味方、そして友。私のために働くことに楽しさや興奮、喜びはないのか。それはもちろんあるに決まっています。先生、台本と全然違う。奇跡が起きようとしている。では教えておくれ。なぜ自由になりたい。楽しさは一時のまやかしの幸福です。こんな嵐や冒険なんて。それより知りたい。あなたが思っているのは本当の私なのか。お前は私の手の中だ。話すものか。お前を一人飛び立たせはしない。そんな苦しみには耐えられない。
では私と来ればいい。あなたならできるでしょう。精霊よ、私の手を取れ。親愛なる友よ、私の望みが叶うまであと少しだけ力を貸しておくれ。ここに誓う。すべてが終わったら共にこの島を出よう。世界を巡るのは旅の序章。自由という言葉も忘れるほどの最上の幸せを約束しよう。私の思いに応えてくれるか。答えてあげて。はい、感謝する。ではもう下がってよいぞ。さあ立ち去れ。私はやることがある。すごかった、感動したよ。君は天性の女優だ。来年も必ず参加してもらうぞ。あのエンディングとても斬新だった。感服したよ。どうも。何が起きたんだ。お話を聞きながら。これは現実か。不思議な眠気に襲われて。しっかりなさい。さあ奴隷のキャリバンに会うとしよう。あの者は邪悪です。姿を見るのも嫌です。それでも火を起こし薪を運んでくれる。聞こえるか奴隷キャリバン、こちらへ来い。俺の母親がカラスの羽で集めた邪悪な毒の雫がお前らに降りかかればいい。そして南西の熱風で体中ただれてしまえ。毒にまみれた奴隷、悪魔を父に持つ者よ。醜いお前を住まわせてやったというのに、お前は我が娘の純潔を汚そうとした。ふはっはっは、あれは惜しかった。見つかっていなければ島中キャリバンの子でいっぱいにしてやったのに。薪を取ってこい、今すぐに。さあ奴隷よ、行け。この音楽は一体どこから。天か、それとも地の中か。この劇結構過激だな。あの方は精霊かしら。とても凛々しいお姿。きっと精霊ね。いや、我々と同じに食べて眠り五感もあるものだ。そのような屈辱を受けるものか。剣を収めろ侵略者め。私を愛していますか。天よ、地よ、我が言葉の証人となれ。私はこの世界の何よりあなたを愛し大切に思っている。まるで屋根から滴る雪解け水のように涙がヒゲを伝い落ちています。皆を解き放て、エアリエル。私は呪いを解き彼らを元に戻してやろう。それで正気に帰るはずだ。これで呪いは全て解けた。私に残るは人としての力のみ。どうか私の呪縛も解いてほしい。あなた方のその温かい手で。でしょ。覚えてろよ。何怒ってる。クソほどな。